今日からお前が救世主だ。光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。これらは因果関係にあり、切り離すことはできん。だが、勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界。